どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室のガズレレなんですけど、毎週日曜日はギター、ガズギター教室ということでやっております。今日でだから7回目だね。今日は7回目の、ガズギターの講義ということになるんですけど、今日はですね、レッスンというよりは、ちょっとコメントで質問をいただいたことも合わせまして、弦、初心者さんにはどんな弦が合いますかというようなこと、を、お伝えするのと同時にですね、弦交換も、ちょっとこの今いつも使ってるギターですけどね、このギターの弦交換をちょっとしていくときに、ちょっと弦交換のコツとかもね、ちょっとシェアできたらいいかなというふうに思っております。はい、そして、いつものご案内になるんですけど、これはね、毎週日曜日にガズギターというのをやってるんで、ガズギターもっと深めたいな、この動画初めて見たよ、ギターが分かりたいなという方はですね、ここにリンク貼っておきます。はい、これ再生リストになってますんで、その1からずっと見ていただけるとですね、もう地球一簡単、宇宙一簡単ギター、指2本で弾けるよということから始まっているレッスン動画のシリーズになってますからね、再生リストになってます。あと概要欄にももちろん貼っとくんで、ぜひともチェックしていてください。その中でもいつも触れてるんですけど、実はこの YouTube チャンネルは、このウクレレでね、超簡単に音楽始めようよということでやってるガズレレというウクレレのね、レッスン YouTube チャンネルなんですよ。なんで、おすすめとしてはですね、ギターをね、スタートする、から始めるのもいいんですけど、ウクレレとね、ギターの共通点って結構多いんで、まずウクレレで、いろんな基礎を学んで、この横展開するのがおすすめだよということもお伝えさせていただいております。ウクレレもね、めちゃくちゃ楽しいですよ。これもぜひやってみてください。はい、ウクレレの初心者レッスンはここに貼っとくんでね、概要欄もちろん貼っときますけど、それが流れとしては、素敵かなというふうに思います。はい。じゃあ今日のね、今日第7弾のガズギターの、レッスン動画に入っていきましょうと。はい。で、弦なんですけど、これね、弦一言で言ってるんで、いっぱい種類出てるんですよ。で、ガズさんが普段何使ってるかっていうのをまず最初にお伝えして、で、初心者さんはどんな弦がおすすめかっていうのを、お伝えしたいと思います。まずですね、そうだ、これから行こう。皆さん、これ知ってます？じゃんじゃんじゃん。はい。これゴアテックスって書いてあるんですけど、これ僕のね、秋とか冬に着る、これ、ウィンドブレーカーみたいなジャケットなんですけど、これゴアテックスっていう素材なんですけど、これどういう素材かっていうと、雨を弾いて湿気を出すという、そういう機能があるんで、これ、カッパなんだけど蒸れないんですよ。こういうすごく素晴らしい新素材があるんですけど、何の話やねんと思うかもしれないんですけどね、これをですね、ギターの弦に応用しているすごい弦があるんです。それがですね、これです。じゃん！エリクサーという弦なんですけど、ここちょっと見てもらえますかね。ここ見える？ゴアって書いてあるでしょ？ここもゴアって書いてある。これゴアテックスっていうその素材なんですけど、なんとですね、これ弦の、ギターの弦の、これ弦がここにありますけど、この弦のところに、そのゴアテックスの膜が張ってあるっていう、その被膜がついてるんですよ。つまり何がいいかっていうと、ギターの弦っていうのはこれ金属でできているんで、これね、使っているうちにどんどん酸化してきて、錆びたり、音が悪くなったりするんですけど、このゴアテックスっていうのは実は布の上に、その薄い目に見えないような被膜を作って、それで防水加工してたり、その汗は出すんですけど、そういう呼吸をできるようなその膜があるんですね。それをなんとこの弦に巻き付けてあるというすごく画期的なものでございまして、一般的なギター弦より寿命がもう3倍ぐらい長いというふうに言われてて、ガズさんはいつもこのエリクサーという弦の、ここの数字のとこ見てください。1152って書いてあるでしょ。これアコースティックギターの中では、多分この太さ、これ太さの表示なんですよ。11っていうのは1弦の太さ、52っていうのは6弦の太さで、これを、僕はよくメインで使ってますね。ここによく見ると太さ書いてあるんですけど、はい。なんですけど、これで多分初心者の人だと、ちょっと、硬いというか、抑えるのに力がいりすぎるかもしれないということで、ガズのおすすめはですね、この、見て、ちょっとさっきと数字違うんですよね。1047って書いてあるでしょ。はい。見て、さっき見せたのこっちでしょ。1152でしょ。こっちの方が弦太いってことです。こっちの方が弦細いです。さらに言うと、本当はね、まだもう一個細い、アコースティック弦もあるんですよ。そしたら細ければ細いほど、抑えるのには力いらないんで、初心者の方は、こっちの方がいいかなと思います。まだこれでも、指が痛いなという方は、0009というシリーズも発売されていると思いますね。はい。こういうのもおすすめです。なんで今日はこの弦を貼っていこうかなというふうに思いますけれども、後でまた言いますけど、これね、実はこれアコースティックギターの専用弦なんですけど、エレキギターの弦の方がもっと柔らかいんですよ。なので、エレキギターの弦を貼るのもおすすめなんですけど、やっぱりね、アコースティックギター専用の弦の方が音は抜群にいいんで、まず、このぐらいだったらいけるんじゃないかなというふうに思う、この1047というエリクサーの弦を貼っていこうと思います。で、もちろんこのエリクサーっていう弦は、そのコーティングといって、そのゴアテックスが巻き付けてあるんで、ちょっと値段高いんですよね。なので、安いリーズナブルな500円とか600円ぐらいの弦もたくさん出てるんで、まずお試しとして、太さの確認でいろんなメーカーの弦を貼ってもらって、あ、この弦がいいなってなったらこのエリクサー長持ちするんでね、結局こっちにも費用対効果いいんじゃないかなというふうに思うんで、ガズはこれいつも貼ってるんで。というわけで、今はね、その初心者さんにおすすめの弦の紹介をしてきたわけですけど、いろいろな弦がね、もう発売されてるんで、今基本的に分かっていただいたのは、この数字が太さだよということ。はい。これが、これ1152ですけど、12から始まって上を56とかどんどん太くなるやつもあるんですよね。で、こっちの太い弦の方がやっぱ音もストロングで力強いんですね。で、細くなるとやっぱりちょっと、これに比べると、やっぱこう繊細な感じとか、やっぱ重みはどんどんなくなってくるんですけど、やっぱその代わり抑えやすいという特徴があったりして、さっきも言ったようにエレキギターの弦だとさらに柔らかくて抑えやすいんですけど、やっぱり音はどんどんクオリティは下がってきます。でも最初コードを抑えるにはね、柔らかい弦から始めた方がいいということで、弦の紹介をさせていただきます。メーカーはね、いろんなメーカー出てるんで、ガズさんのおすすめはエリクサーだよということですけれども、最初安い弦でね、今も言ったけどゲージの確認、ゲージって言うんですよ、太さのこと。がいいと思います。というのが、まず前半戦のどんなウクレレ弦を選べばいいか、なおかつガズさんのおすすめ弦ということでご紹介させていただきました。はい。じゃあ、こっからね、弦交換していこうと思うんですけど、今日こっからはですね、なかなかアコースティックギターの弦を変えるのってウクレレの弦とちょっと様子が違うんでね、かなりディープにいこうと思います。じゃあちょっとまずね、用意するもの、ちょっとここ見てもらいたいんですけど、弦ですよね。まず最初に弦を用意します。で、あとね、チューナーもちろん使います。これ、ガズレレのチューナーです。これいいですよ。こういうチューナー、クロマチックチューナーもすごくいいです。あとね、こういうのものも必要になります。これなんだかわかんないでしょう。これはね、フォークギターとかアコースティックギターにはね、ここに玉がついて、ここで止まってるんですけど、これをこう、引っ張る機械なんですよ。機材。これ楽器屋さんにね、安く売ってるんで、これはね、絶対いると思います。こういうのを使わないとね、ギター傷つけちゃうんでね。これはね、どんな、安いものでもいいんで、ゲットしてください。あとは、あればこういうやつ。ストリングワインダーってくるくる回すやつね。このペグに、こんな風にくるくる回す機械。これあればすごく便利ですね。で、あとは、はい、これ。こういうのがいるんですよ。これ金属なんで、ギターの弦って。ウクレレの弦をハサミで切れたけれども、こういうニッパーみたいなもので、金属だからバチッと切るんで、こういうものも必要になります。はい。ハサミではね、ギターの弦切れませんからね。はい。これが必要になる。あとはですね、今日せっかくなんで、ちょっとお掃除もしていこうと思って、こう、オレンジオイルで、潤いを木材に与えてあげたり、これ金属磨きなんですけど、これでフレットをちょっとね、磨いてあげたりとか、その時に使うように、こう、ウエスですね。これ使い古しの T シャツとか、こんな風にね、切っとくと便利ですよ。楽器掃除するときと。そんな感じでささっと今ね、弦交換をしていきたいと思います。それではここから弦の交換しようと思いますけれども、これね、今弦貼ってある弦を外していくんですけど、これでこうやって切っていくんですけど、この状態でバチンと切るとね、危険です。なぜかというと貼ってあるから、バチコーンと弦がね、こう跳ね上がってもう顔とか当たったらもうやばいことになるんで、まずはですね、徹底的に、はい、緩めてください。弦緩めてください。これポイントですよ。くるくるくるペグ回してね、このペグを緩める、ダラダラにする。これ危ないからね、これはやってくださいよ。その時に便利なのはこのストリングワインダーみたいなやつ。これでこうだ、こっちからくる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 、これ便利でしょ。くる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 、これ手で回してるとね、すごい時間かかる。くるくるくる、はいはい、こんな感じ。今ダラダラになりました。で、こういう状態になったら切ります。で、切る場所もこの辺がいいと思うね。なんかこれボディ傷つけちゃったら、これ金属だからバキッとなっちゃうからね。大事なギターですから、大切に切ります。切った。切った。これ切った弦はね、金属だから、これ危ないからね。気をつけてくださいね。で、こういう状態にしといて、さっきの、この不思議な、この機械で見ててください。ここにこういう風に入れます。で、てこの原理を使って、この、クイッとこう引っ張り上げる。そしてほら、浮かんできたでしょ？これを外してあげます。ほら。そして、ここに、これ、出てきた。こうやって外していきます。これ、じゃあ語源も、こうやって浮かび上がらせて、外しました。はい。そして、また取りました。これを全部やっていきます。これなくさないでよ。これはね、すごい大事ですからね。はい。こんな感じで、まあ、いっぺんにやりますと、こう、最初にこう、クッとこう、クッ、わかる？クッ、引っ張って、クッ、はい。これで、これで動きますからね。で、これ、大事に取っておく。これなくしちゃうとえらいことですから、これね。はい。こうやって、パッと取れますから、こっちの弦は。はい。取ったら、これがね、結構危ないんで、取ったやつをまとめといて、後で巻くのがいいです。で、こっちの方も今こうなってるんで、はい。こっち来てもらって、こんな感じで外していきます。こんな感じで外していきます。はい。外していきます。いいでしょう。はい。外していきましたと。はい。外したよと。はい。これはちょっとね、返しがあるんですね。はい、外れました。で、これね、弦危ないんで、外したらですね、もうこんな風に6本まとめて、くる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 っとこう、まとめちゃう、丸めちゃう。これがいいです。はい。こんな風に丸めとくと、ゴミ捨てやすいでしょ。で、こっちのところも、この、玉がついてる後ろ側のね、ここから外した方も、ここにもう巻きつけちゃって、こう、一つにしとくと、捨てるときにね、安心ですよ、ということでございます。はい。これで、もうこれ、金属のゴミに捨ててください。はい。これ、お疲れ様ということです。で、ここから貼っていくんですけど、どうせですから、綺麗にしていきましょう。はい。こういう布とかで、こう、ほこり普段こういうところね、なかなか拭けないですからね、普段いい音してくれてありがとうね。これ、ウクレレもギターも一緒ですけどね、こんな感じで大まかにほこりを取っていって、ここのところとかなかなか弦を張り替えないと拭けないですからね、こういうところはね、弦が張ってあるところだから。はい。で、やっていきます。そして、この指板とか、ここのところって、こういうオレンジオイルっていうのを塗り込んであげると、まあ、化粧水みたいなもんなんで、こういう時に塗ってあげるといいよということで、シュッシュッとこうやってですね。あ、でも最初にこっちにしようか。これ、金属磨きなんですけど、これも余裕ある人はね、このフレットってこれ金属なんで、これくすんでくるんですよ。なんでこれちょっとこうやってつけてあげて、こんな風に。これを、ちょい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 。こんな感じで、フレットに乗っけてあげて、こう磨いていきます。これすごい綺麗になりますよ。気持ちがいいです。ほら、わかる？ピカピカになったでしょ？金属磨きです、これ。ここも。はい。これはウクレレでもね、これやるとすごくいいです。ほら、こんな風な金属磨き独特の。で、ピカーっとなってるでしょ？わかるかな？こんな感じで磨いてあげるといい感じです。はい。で、この辺でまたちょっとこれを追加して、ちょいと追加して、あんまりつけすぎるとね、大変な。はいはいはい。こんな感じかな。よし。こんな感じで、さーっとね。これでも毎回やんなくてもいいのかもしれない。なんか汚れてるなと思った時にやればいいのかもしれないですけどね。金属磨きで。フレットを磨いていく。はい。これ楽器屋さんとか売ってます。はいよ。これこんな感じ。この辺はあんまり使ってないからもともと綺麗なんですけどね。はい。こんな感じです。で、そしたらこんな風になった。はい。そしたらこれ違う面を使って、もう一回綺麗に拭き取っていく。いいですね。こういうので愛着が湧いてきますから。はい。はい。これで綺麗になりました。ピカピカになった。フレットがね。よし。ちなみに、今使ったのはこのフェルナンデスの946って書いてありますね。これを見ると、スクラッチメンダーって書いてありますね。光沢を出します。こんな感じですね。はい。そしたら、今度は、さっきこれ出したオレンジオイルで木材に潤いを与えていきましょう。ここに、今度はこの木のところにこうやって塗り込んで、ほら、見て、ピカピカになって、はい。これオレンジオイルっていうのはね、欧米ではね、無垢材の家具に塗ったりとかしてね、この潤いを保つというかですね、そういう効果もあるんで、これは塗った方がいい、ね、乾燥を防ぐわけですね。今はそんなに乾燥してない時期ですけどね。で、ここも同じ木材のところなんで、こんな感じで潤いを与えてあげましょう。はい。まあこれはどの楽器も共通でございます。ウクレレでも同じような感じで。はい、これで気分いいぞということでございます。で、ボディに関しては、いろいろ塗装の種類もあるんですけど、まあ僕のこのギターの場合はラッカー塗装っていうやつなんで、本当にこういうので拭く程度にしてるんですけど、塗装の種類によってはね、このギターポリッシャーといって、磨けるやつもあるんでね、皆さんお好みでちょっとやってもらいたいなと思うんですけど、じゃあ、弦を張っていきましょう。さて、じゃあ今日はこの1047を貼るんですけど、パッケージをまあ開けます。そうするとどうなってるか見てもらうと、こんな風にね、丁寧にね、1個ずつ袋入ってんですよ、この弦の場合は。はい。で、これ見てわかるように、6個あって、はい。ガズは6弦から貼っていきます。はい。47って書いて。出します。そしたらこれ、丸かってるのにこれ出すでしょ。こっから、キーポイントです。こういう風に、玉がついてるんですけど、これね、知らない人多いんで一応言っておきましょう。ここのところで、折るんです、一回。これやってくださいね。わかる？これ見て。玉が横になるようにして、クッと一回折る。これがキーポイントです。そして、ここに、6弦のとこに、この形のまま入れます。これがめっちゃ大事ですからね。はい。そして、さっき取り出したここに入ってた玉で、こう、押さえてあげるんですね。これを。一緒にクッと入れます。キュッと押してあげる。これだけなんですよ。で、ガズの貼り方はですね、最初に全部これをやっちゃいたいタイプです。ということは次、5弦、39っていうの5弦なんで、また同じですね。くるくるっと緩めといて、で、同じように、ここの面を折ります。これがポイント。はい。折って、入れて、ここに刺すと。はい。でこれを、すべて同じ、やつでやっていきます。はい。で、最後の1弦、今ずーっとこれやってきて、最後の1弦も同じようにやります。この玉ころをこうキュッと折って、1弦も同じように、ここに入れて、そして、この玉止めでグッとこう止める。はい。で、今こうやって6個、こんな風に並びました。はい。これでもう大丈夫なんです。これがアコースティックギターのね、こっち側の大事なポイント。で、こっちはですね、はい、これぐーっと持って、こっちから、ペグに巻いていくんですけど、この巻き方に関してはですね、ガズレレの、ウクレレの弦交換の動画っていうのはあるんですよ。で、そこで見てもらった方がすごくわかりやすいんで、このペグに巻き付けてる方法、このペグ、はい、これをちょっと解説しようと思うんですけど、ちょっとここアップにしてもらって、このペグを、これだと思ってください。これ、ほうきの柄だけ持ってきたんですけど、こんな風な形になってるんですね、ここって。で、これ、向きがね、右左にこういう風に見てもらうとわかるんですけど、左右対称じゃないですか。で、これを要注意なんですけど、まず、この4弦だと思ってください。そして、これを iPhone の充電のコードを弦だと思ってください。まず、これちょっと見といて。まず、こんな風に入ってきて、こういう風に入れますよ。入れました。そうしたらですね、はい。これ4弦だと思ってくださいよ。そしたら、こういう風に回してきて、下を通します。OK？ 4 弦ですからね、これ。はい。下を通しました。ここまで OK ですか？はい。そしたら、こういう風に弦がこういう風にあるわけです。ボディに行くわけですね。で、これ、余ってる方を、こういう風に持ってきます。こういう風に。はい。そうすると、こんな形になります。いいですか？そして、巻いていくんですけど、巻いていくときに、ちょっと見てもらいたいんですけど、こう巻いていきたいんですよ。そうするとどうなるかというと、ここで、自分の弦で自分を踏んづけて、ロックしてるんですよね。ここでクッとこうロックしてる。はい。その状態のままこういう風に巻いていくと、緩まないという風になってます。そして見てください。こうやってね、下に巻いていくんですよ。下に巻いていく。これ皆さん、ご存知がない方結構多くてですね、ちょっとこれわかりづらいんですけど、こんな風に、どんどん下に向かって巻いていくのがポイントでございます。こんな風にね。これ忘れないでください。で、いい感じのところでこうクッとなるっていうんですけど、もう本当はもっとここはギュッとなりますけどね。今じゃあこの、実際のウクレレでこれを再現してみましょう。じゃあまず4弦のところをここに持ってきました。映ってるかな？はい。はい。こんな感じですね。はい。で、これを、調子いいくらいのところのまっすぐ来るところにこうピッと合わせて、ここに入れますね。入れました。スーッと入れたよ。入れた。そしたらですね、大体ね、次のペグぐらいのところのちょっと短いぐらいかな。ここ3センチぐらいかな。3センチぐらいを、こう戻してあげるんですよ。これ巻き代になります、ここが。ここが巻き代ね。ピーンとちょっと指で弦を張ってみて、ここもこう移してもらって、こう、こんな感じで、ピーッと張って、ここら辺3センチぐらい飛び出したところで、ちょっと握っておきます。それでこっち戻してあげる。これが後で巻く分になりますね。それでここで指をこうやって押さえて、これ、さっきやったのを再現しますよ。これを下から入れます。下から入れました。はい。そして、ここ、緩まないようにこれロックしたままで、これを、こういう風に持ってきます。はい。この形、見てください。はい。これで巻いていくんですけど、これ最初ね、ここ、癖をちょっとつけてあげるといいですね。指でグッと押してあげて、そして巻いていくんですけど、これね、離すとね、こういうパーッとこうすぐ緩んじゃうんで、どうにかしてこれを押さえながらやりたいんですよ。だからこんな感じでつまんだりして、こう巻いていくんですけど、皆さん、こっちに巻いていきますからね。こっちに。そうやって巻いていくと、これが巻かれていくと気づくんですけど、この弦がここに踏まれているでしょ。これで、緩まなくなってるんですよ。はい。今、ゆっくり巻いてますけれども。はい。そして、ここ、下に巻きつけていく。これがキーポイントですからね。はい。どん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 下に巻いています。わかるかな？今、皆さん？はい、下に巻きました。はい。これがチームです。はい。そして、ある程度巻いていったら、今度ここのプリッチの溝にこう、置いて、ここでクイクイクイと巻いていきます。はい。そして、ほら、だんだんもう貼られてきました。で、今、ちょっとここちょっとピッと映してもらうと、どうです？下に綺麗に巻かれてるでしょ？これが理想です。で、こっちさっきのところはどうなってるかというと、これ見るとわかるように、ここでキュッとこう踏まれているんで、これがグッと戻ることはもうないんですよね。自分を踏んでいけみたいな感じでやってるわけですね。で、ここまでぐらいに来たら、この飛び出した弦を、こう切ってあげます。はい。パチッと切って。はい。これでひとまず、チューニングは合ってないけれども、基本的なところまでの巻き方ができましたということで、これを繰り返していきます。今の巻き方はこっちの説明だったんですけど、今度、こっち側は、まるっきり反対になりますからね。はい。それをね、ちょっと確認して。じゃあ今度、一弦を張ってみます。一弦。こっちをね、ちょっとこっちを落としてもらって、まずね、これよく巻くときに、一弦だと思ってたら二弦を巻いちゃうなんてことがよくあるんで、ここ一弦だなって確認してからスーッとこう確認して、ここに巻きつけるぞというふうに、最初にこれ確認しといた方がいいですからね。じゃあ今度こっち巻いていきますけど、今度は逆になりますよ。はい。またこうやって入れていきます。はい、入れていった。そして、またさっきみたいにこう、適度にこう、ピッと張ってみて、ここ2、3センチ、3センチだな、2、3センチ。うん、あんまりやりすぎるとこういっぱいになっちゃうんで、このぐらいがいいと思いますね。この辺、このぐらいの感覚。またこう、キュッとこの巻き代を残して、こっちの右手で押さえといて、今度はこれをこっちですね。こっち側に回す。はい。そして、この下に通して、こうですね。こう。わかるかな？こう。通して、これを、こっちにするってことですね。はい。そうすると今度ここで踏むわけですね。わかる？はい。そしたらまたここもさっきと同じように、両方押さえながら、今度こっちに巻いていきますね。このペグも、こっちに今度は巻いてくるわけですよね。こういう風にね。はい。で、逆巻きになります。はい。これもしばらくこう巻いていって、こう押さえながら巻いていって、はい、いい感じですね。で、ここ、下に行くのを確認してくださいね。この弦が、下に巻かれるのをね。はい、こんな感じで。はい。そうすると、こっち、また、こんな風に、さっきと同じみたいに、下に綺麗に巻かれて、いったぞ、ということになります。よし。そしたら、ここまた、余分なところを、こう、カチッとこう、切りますと。で、これと同じことを、2弦と3弦もやっていくんで、今、こっからちょっと、早回しでやろうかな。じゃあ、これ、同じ流れですけど、ちょっと、やってみましょう。はい、こう、通して、これもこのぐらいの巻き代を残して、戻して、下を通して、くるっと巻いて、ここ踏みつけるようにして、ここ押さえて、キュー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 っと巻いていくんですけど、こういう便利なものもあります。これはストリングワインダーといってね、ここをね、くる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 、早く巻ける、必殺技があるんですけどね。こんな感じで押さえといて、こういう機械があります。これ500円ぐらいでね、楽器屋さん行ったら売ってますんで、これで、手が疲れないよってこともある。まあ、よくね、弦張り替える人はこういうのを持っておくといいかもしれないです。ストリングワインダーと言います。これも下にだんだんこう巻いていくぞと。はい。今ちょっと皆さんに見えやすいようにやってるんで、私はちょっとやりづらいんですけど、もちろん膝の上とかに置いてやる方がね、いろいろ楽だったりもしますけど、はい、こんな感じです。はい。またこれを切っていく。よし。また2弦も同じことやっていきましょう。2弦もさっきと反対のこの1弦側なんで、注意ですよ。はい、通して、今度こっち側に、ここ、巻き代を、このぐらい2,3 センチぐらい取って戻して、こっちから巻いていって、こんな風な感じで、よいしょと、これがね、またここをロックかけるということで。で、これをこう、お手で押さえながら、もうこんな感じで。結局、慣れてくるとこんな風にいろんなやりやすい、自分のやりやすいやり方が見つかってくると思います。はい。そんな感じで、これ、2弦もこんな風に貼れましたと。で、ここ、パチンときました。じゃじゃん！はい、そしたらね、こんな感じで、綺麗に下にみんな巻き取られているのがわかると思います。結構ポイントですけど、一応6弦だけちょっとじっくり見ていただきましょう。まず、はい。通します。ここに通します。はい。そして、ピーンとこんな風に貼ってみて、こんな風にピーンと貼ってみて、だいたいこのぐらいかな。次のペグに届くぐらいまでですね、ガズは。ここで一回戻します。はい。わかる？ここまでピーンと引っ張っといて、ここの5弦のペグのこの要は 2.5 ミリぐらい、3センチぐらいから戻して、ここでですね、一回折って、折ります。ここでキュッ。こうやって折る。OK？ そして、これ、アコギだからこれで、ここのまんま巻いてっちゃっても多分大丈夫ですけど、こだわる人はここで一回、こんな風に踏ませる。わかります？ここで、ここ見て。ここで巻いていくとですね、自分のこの足跡で踏んでいくでしょ？よく見てて。ほら、こういう風に踏んでいく。OK？ そうするとね、かなりこれは緩まないです。弦が。はい。これがね、素晴らしい巻き方だと思います。今手で巻いてますけど、さっきのストリングワインダーっていうぐるぐる巻くやつを使うと、もっとスイスイ巻けますけど、今分かりやすくゆっくり手で巻いてます。はい。そしてこうやって巻いていって、ある程度のところまで来て、はい。下に巻いていくのがポイントですからね、弦を下に巻いてください、必ず。これが、まずこれでいいです。で、こんな感じで、この5弦、4弦を張って、こっちの3弦、2弦、1弦は今度反対になりますからね。これはさっきも言いましたけど、ウクレレの弦交換の動画を見てもらうと、このやり方詳しく説明してますんで、今日はその部分はウクレレの動画で一応確認してもらうといいと思います。そして、これね、今これポロッと出てるじゃないですか。これがですね、結構もうほんとそれこそ目に入ったりとかしたらもう大騒ぎで危ないんで、この貼り終わったらもうすぐ切っていった方がいいと思いますね。ここギリギリでパチンと切ります。そしてこれ、さっき捨てたここのところに、ガズの場合はもうどんどん巻きつけて1個のゴミにしちゃうんですよね。そうすると捨てるときも楽ですからね。こんな風にぐるぐる巻いていって、はい。危なくないように。これね、結構危ないんですよ。そこら辺に絨毯に落ちちゃうとね、わかんなくなっちゃう、原点。なんでこうやって1個ずつ巻いていくのがいいと思います。で、こんな感じで、どんどん巻いていきます。そして今ね、6、5、4弦張ったんで、今度3弦なんですけど、3弦から今度反対になるんで、さっきと、向きが反対になります。はい、同じようにこう入れて、ここに穴に入れて、3弦入れて、またちょっとここで貼ってみます。で、またさっきと同じぐらい、2.5 センチから3センチぐらいを、測っといてからまた戻して、今度は、こっちですね。こっち、あ、じゃあこっちに行っといてから、こっちに行って、下を通して、はい、こういう風に上を通して、はい、また踏んでいくわけですよね、ここの。自分の弦を自分で踏んでいく。回していきますよ。そうするとほら、どんどん、ここでロックがかかってるわけですよね。さっきと反対です。はい。これで巻いていきます。はい。特に、この3、6、5、4は、ただ巻いていってもいいけど、1、2、3弦はこれ、踏んで巻いていった方がいいですね。はい。ちょっとこれはストリングバインダーで巻いていきましょう。よいしょ。これがあるとすごく早いです。すごく楽です。はい。下に巻いていきますよ、こっちもね。下に向かって。はい。で、はい。こんな感じで綺麗になります。はい。これ危ないんで、パッチンと切ります。で、切ったら、すぐに、はい、同じように、ゴミの弦に巻いていくぞ、という感じですね。はい。こんな感じで2弦と1弦も巻いていきます。はい、じゃあ今1弦も貼り終わりました。はい。これをパッチンコ切って、最後のこのゴミの束のところに巻きつけて、はい。これでね、もうこのゴミは、これが終わったら、もう捨てて大丈夫です。これで燃えないゴミ、金属ゴミに、市町村の指定に従って出してください。で、この辺で結構散らかってるからね、こういう感じで。一回ゴミを整理するのがいいと思います。こういうのをね、もう、いらないから。捨ててしまう。ゴミ箱にポイ。ね。はい。じゃあ、ここからチューニングしていきます。まあ、この状態ですからね。で、チューニングに関してはですね、皆さん、ウクレレの、やっぱりチューニングの参考になると思うんですけど、まあ、ちょっと前もやりましたけど、まあ、覚えてますか ?6 弦から、E、A、D、G、B、E なんですよ。覚え言葉、いきますよ。いえ、いえ、動画、勉強です。いえ、動画、勉強。わかる？いえ、いえ、動画、D、動画、DG、勉強。ね。はい。これでチューニングしていきます。ささーっといきますよ。はい。これ G ラボのチューナーですね。クロマチックモードでやっていきます。よいしょ、挟んで、はい、6弦をC、シャープ、D、E、E 来ました。はい、これ6弦 E あった。次これ A です。はい、A 合いました。はい、次これ D です。C シャープで、D 合いました。4弦。次3弦 G。E、F、F シャープ。G 合いました。はい。次、ここ B です。2弦。A シャープ。B。はい、来ましたね。次、1弦。ここ E です。はい。これであったってわけじゃなくて、いつも言ってることですけど、こう弦を張ると、この今、ネック、この部分もね、弦の力に引っ張られて、またこっちに寄っちゃうんで、もう一回6弦弾いてみるとかなり下がってると思います。ほらね、こんなに下がってるんで、また上げてあげる。E 行って、A 行って、D 行って、G 行って、B に行って、2弦ですよ。1弦 E。もう一回ぐらいやって合うかな。はい。で、最初は弦ちょっとやっぱ伸びると思うんで、しばらくはちょっと安定しないと思いますけど、ウクレレの弦よりははるかに安定は早いんで、いいと思いますよ。よし、弾いてみましょう。張りたての弦はね、いい音するんですよ。感じで弦の張り替え終わりました。まあ最初はさっきも言いましたけど、ちょっと安定するまで時間かかるから何回か弾いてチューニング繰り返すということでございます。これで弦の張り替え終わりなんですけど、見て、ほら、ここもぴっちりここのボタンに収まって綺麗になってるでしょ。で、ここブーっと張っていって、このちゃんと溝にここに乗っかって巻かれていると。はい。これで弦交換終了です。で、今弾いてみると、まあ今このゲージが10、47というゲージですけど、これでもね、やっぱりウクレレとかやってる人からしてみると、こう抑えるのに結構やっぱ力がいるっちゃいるんですよね。なんで、最初は、さっきも言いましたけど、エレキギターの弦を張るのもおすすめかもしれない。エレキギターの弦だとね、009から46っていうやつとか、エレキギターの弦はちょっと音は悪くなりますよ。でも、抑えるのはすごく楽になると思う。はい。このね、1047でも結構ね、力はいりますからね。逆に言うと、この1152はもっとさらにね、抑えるの力がいる。でも音はいい。なんでこの辺が難しいということで、最初はね、初心者の方は細い弦で全然いいと思います。確かね、0946っていうやつあったと思うんですよね。それでもいいかもしれない。アコースティックギター弦の0009、ちょっともしあったらこの辺に画像を貼っときますけど、なんかいろいろちょっと試してみて、見てもらうのがやっぱいいと思うんですよね。はい。そんな感じで今日はですね、ちょっと特別編というか、どんな弦を初心者さんは選んだらいいか。そして、ウクレレの弦の張り替えを参考にして、このアコースティックギターの弦交換の方法を分かりやすくシェアさせていただきました。ご参考になればいいと思うんですけど、弦を変えるだけでですね、もうギターの音色ももうかなり変わりますからね、いろんな弦をちょっと張ってみて、自分に合った太さとか、なりとか、これも素材もいろいろあるんですよ。ここに書いてあると分かるけど、こう、フォスファーブロンズだとかね、いろいろあるの。なんか調べてもらうと分かります。ただのブロンズってやつもあったり、フォスファーブロンズってやったり、いろいろね、種類もあるんですね。なんで、いろんなゲーム、旅立ってみてください。はい。今日のガスギターレッスンはここで終了となりますが、もう今一度ね、レッスン動画1からずっと見てもらって、ガスギター、講座、受講してみてくださいね。かなり革新的なギター教室になってますんで、今まで諦めた方もできると思います。はい。そして、そのね、再生リストね、さっきも言ったけど、概要欄にも貼っとくんで、見てみてください。あと、ギターに関する質問、どんなことでもいいんで、概要欄に書いていただくと、次の動画で取り上げたり、なんかね、ガズさんのそれを考えていく時間にもなったりとかするんで、皆さんの質問は、他の人の聞きたいことでもある可能性高いんで、ぜひよろしくお願いします。で、来週もですね、ガズギター、中身濃い、動画を上げていこうと思うんで、毎週日曜日は、ガズギター教室、お楽しみにしておいてください。で、引き続きなんですけど、ウクレレのね、ガズレレ YouTuber はもちろん、もりもりやっていきますけど、ガズピアノもやってますからね、世界一簡単、鍵盤楽器の、レッスン動画、今度、本が出ることになってますから、ガズピアノの、ただいま大絶賛ご予約受付中です。ピアノもめちゃくちゃ面白くて、このガズピアノのやり方だったら、このガズギターみたいな感じですぐできますから、やってみてください。それでは楽しく音楽していきましょう。皆さん、ありがとうございました。さようなら、バイバイ。